皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールが今日もマリオメーカーをやっていくよ。今回は小さな草原スピードラン、もちさんの新作コースですね。なんとクリア率が 0.41%、 240分の1で、クリア率じゃないベストタイムも 9.6 なんで、割るとギリギリ目。クリアできるのかな、心配だな。ではまずはしゃがみジャンプでメットを持っていくのかな。さすがに反応できなかったわ。で、はい。え、これはどっちに投げればいいんだ。左に投げちゃっていいのかな、このメット。はい。潰されちゃうよね。どうすればいい？どうすればいい？ループがわからないんだけど。はい。パウを投げてもここが空いてないからダメ。ということはやっぱり、メットは左に投げる。はい。ここで連続で踏めっていうことだよね。ああ、跳ね返ってくるメット踏めないな。難しいわ、タイミングが。やっと登ってこられたらいいんだけど、この先は、ああ、このメット、あとは踏んでいけばもうゴールか。いやー、でもなくそー、つまんなくても今のじゃ無理だったな。間に合わない。今のは結構早かったと思ったけど、また今逆向きに走っちゃった、もったいない。やっぱりスピランコースを作る人はどんどん難しいコースを作るようになってしまうのかな。やばいな、このままだともちさんの将来が不安だ。よいしょ。これはじゃあ間に合わないよね。間に合った。ああ、もう最後は喋れなくなってたけど、無事にクリアすることができた。よかった。このままクリアできないんじゃないかと結構不安になっちゃいましたよ。小さな草原スピードラン、もちさんのコースでした。ベストクリアタイムには及ばないか。まあ、いいでしょう。次のコース遊んでいくる。はい、お次はセガーさんのコース、大マリオでブラパを飛び越えろ、クリア率 6.7%、 こちらのコースに挑戦していきたいと思います。要は大きなマリオでクルリンジャンプをしてブラックパックに飛び越えていけよっていうことですよね。なるほどね、了解了解了解。これは壁キックスタートが必要だよね、多分。お、いけたいけた、やったね。多分壁キックスタートしないと勢いが足りなくて越えられないんだと思います。上からクッパの炎が来た。はい、セイガンさんのコース、大マリオでブラバを飛び越えろ、クリアいたしました。
それでは次のコース遊んでいくれ。もう1コースシェーガーさんのコース行きましょうか。一部リサイクルギミックを入れた爽快60秒スピードラン、今日はこのコースを遊んで終わりにしましょう。ベストクリアタイム56秒、クリア率 11%、 これに挑戦していきます。こっちがシェーガーさんのメインのアカウントの方ですね。さっきのコースがサブアカの方になります。リサイクルを取り入れたってどういうことだろう。この辺のボム兵を使うのは相変わらずのシェーガーさんのギミックですね。ピンジャンプと普通のジャンプと見分けをしっかりしていくようにしよう。これ苦手。はい、戻って扉にお邪魔します。右ダッシュだと信じるけど、このバック乗り意外と難しいんでミスしないようにしての右。はい、リサイクル、今のリサイクルかな。ガビキックからのすごい気持ち悪いような気持ちいいような砲弾を踏んでパウ投げ土管にお�邪魔します。残り28�秒。ここまで初見の割にはうまく来られてると思うんだけど、次はジャンプ。はい、ジャンプしなくてもよかったのかな。モッチーを連続で踏んだら次は壁キックで土管じゃないね、赤扉にお邪魔いたしましょう。で右ダッシュしてここジャンプ。はい、踏んで踏んで踏んでくるくるくる、これは気持ちいいやつだ。土管にお邪魔します。残り7秒。間に合うよねこれね。特に大きなミスはしてないと思うんで、ヒットドロップができなかった。まさかこれで終わりなんてことはなかった。よかった。最後はどこかで見た感じのゴール、気持ちよくクリアすることができました。ありがとうございます。いやーシェーガーさんのコースなんとかかんとかクリアできるとやっぱり気持ちいいですね。一部リサイクルギミックを入れた爽快60秒スピードラン、今日一つ目のコースの持ち時間が10秒だったから短いのと長いのでちょうどいい感じかな。それでは今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。チャンネル登録もしまだの方がいらっしゃったらぜひチャンネル登録してください。それと皆さんのコースの募集もまだしてますので、どんどん送ってくださいね。よろしくお願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。